ランクが欲しいって言うでしょ。ランクが欲しいって言うでしょ。嫌だな。前髪とも前髪後ろになればなるほど適当になってくる。いや、そこなんでしょ。もう会社ではサンフラーズぐらい。はい、頑張ります。頑張ります。やるしかねー。はい、このパス外して、はい、あ、置いといていいですか。置いといて大丈夫です。あとで移動してるのもいいです。はい、お願いします。マスクは外してるわけですよね。そうです。じゃあ皆さんマスク外されてて、ポケットが決まったらお願いします。さあ続いては栗原選手です。お願いします。はい、リグナイトの栗原です。今日は頑張ります。やるしかねえ。 よろしくお願いいたします。さあ続いてはディジー・ミズリジー選手です。お願いします。はい、リグナイト所属のディジー・ミズリジーです。軍団とチームまず勝てるように頑張るのと、あとみんなでお客さんも楽しめるように頑張りたいと思うので、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ続いては玉那覇選手です。お願いします。はい、リグナイト所属の玉那覇です。今日は楽しみつつ会場を盛り上げられたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。チームメイトの須崎、そして栗原です。日本が誇るスナイパーの名手はここにもいます。玉那覇選手です。沖縄が生んだ日本最高峰のスナイパー、落としました。おお、玉那覇スナイパーはやっぱ玉那覇なのか。残ったのは山本沙耶香君が1枚。APEX パビリオンを設置しておりますので、イベントの記念形で分かればいけるっしょ。何を買うんですか。ちょっと見せていただければ。はい、こちらです。これ何ですか。これこれはキーホルダーです。キーホルダー、はい、何が当たるかわからない。何が当たるかわかりません。なるほど。何が当たってほしいですか。何が当たってほしい。レイストパス欲しいですね。おお。こんなにいっぱい買っていいのかな。え、これ もらっていいですか。こちらあります。 1.5 購入だ。これお願いします。あ、どうぞ。でかっ。でかっ。ありがとうございます。それで大丈夫です。ぜひお買い求めください。入んねえしこれ。入りません。え、もっと大きな袋ないですかね。もう入んねえわ。入んねえ。無理やり詰めてる感じになってますね。はい、入りません。手で持ち帰ります。手で持ち帰りますか。はい、はい、取ります。ディジー・ミズリジーはデスプロテクション。ただちょっと連携ないか。どこに攻めていくのか。まず南側に行きます。あ、いや攻めてるぞ。いや攻めてる。はい、4試合目についてみんなの連携とかが多分一番良くなってって、はい、で、まあ、4チーム3人で3マンセルでいろんな方向見て、うん、でチームで使えるレブルトとかも適切なところに使えて、うん、もう完璧な試合運びだったんじゃないかなと思います。すごいドリームマッチにふさわしい試合にできたかなと思います。ありがとうございます。素晴らしいね、戦い見せていただきました。今日普段と違う環境でお客さんが入っている中で歓声も聞こえながらやる APEX、 しかも12人で最高に楽しかったです。はい、12人でやる APEX 初めてやったんですけど、
めちゃくちゃ楽しくて、なんかさ何試合かしてるうちに連携取れてってすごい楽しかったです。チームワークが磨かれてた感じがありました。楽しかったです。めちゃめちゃ疲れましたけど、めちゃめちゃ楽しかったです。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。